佐藤澄香です。ご視聴いただきありがとうございます。今回は自律神経のリズム作りについてお話しいたします。今世界中が新型コロナウイルスの影響で不安の中にいますよね。何かとストレスがたまる日々です。なので気づかないうちに緊張する交感神経が優位になりがちです。実は私もその一人です。なのでこんな時、私がおすすめなのはノンカフェインのハーブティーです。私は寝る前などにこのノンカフェインのハーブティーで植物の成分を美味しく体に取り入れてリラックスしています。このことで自律神経のリズムを整えてから眠りについています。例えば効能としてラベンダーは精神安定、整腸作用、かゆみなどに効果的です。また他にもローズヒップはビタミン C、カモミールはリラックス、風邪の初期の緩和、またハイビスカスは利尿や成長、マリーゴールドは成長や解毒などなど、こういった効能があると言われています。逆にカフェイン系の飲み物は緊張する交感神経を刺激します。なのでリラックスしたい時には避けた方がいいです。さあ今からあなたもリラックスしたい時はノンカフェインの飲み物を日頃のストレスケアとして上手に取り入れて元気に朝を迎えましょう。私はいつも素敵な笑顔のあなたを応援しております。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。